メノナイトブレザレン協会とは、ロシアメノナイトの中から1860年に形成された改修。2020年時点で20カ国に約45万人の信仰者がいる。メノナイトの最大強派。起源は経験主義にある。彼らはロシアに共同体の落ち着き場所を見出した。指導者のリバイバリストは、クい改めと個人的な救い主として、 イエス・キリストを受け入れることを強調した。1859年に邪悪なものと改心して、神霊によるバプテスマを受けていないものの生産資格について議論があった。1860年に、モラビア教大団の影響を受け、メノナイト・ブレザレン教会が設立された。彼らは、メノナイトが冷たく、形式的になったと感じ、主の弟子となること、祈り。 聖書の学びを求めていた。交わりを守るため会期が置かれた。ロシア革命によりアメリカ合衆国、カナダ、パラグアイに脱出して行った。1930年代共産主義者の迫害によってソビエト連邦の共同体は壊滅し、わずかに残った信者も中央アジアに強制的に移住させられるが、スターリン氏後の宗教への統制の緩和に伴い公認されることになった。 日本には、日本目のないとブレザレン教団がある。ありがとうございます。